にちは、ルンバです。今日は私がおすすめするコスパ最強のダイソー商品を紹介していきます。普段使っているものと、あとは初めて購入したものもあるので、そちらも紹介していきます。それではレッツゴー。まず一つ目がこちら、旅行用ポーチになります。中を開けてもらうと、ここにフックがついてるので、これをかけて使うようになります。で、中身はというと、下がガバって開けれるちょっと大きめの収納スペースがあって、で、上のここですね、チャックがついてるところ、網網のところも収納スペースになってます。なので、下の大きいところには、化粧水とか洗顔とかを入れて使ったりして、上のね、網網のところは幅が狭いので、小さい小物とかを入れて使うといいと思います。私は、旅行に行くときはもう絶対必ず持って行って、服をかけるところとか、あとは洗面台の近くにタオルかける棒があると思うんですけど、そこにかけたりとか、あと椅子の背もたれのところにこうやって引っ掛けて使ったりしてます。もう引っ掛けれるので、本当に場所を取らない、スペース幅を取らないので、本当にもう欠かせない、旅行には欠かせないポーチになってます。2つ目がこちら、コスメです。ユアグラムさんの、アイカラーパレット02番になります。で、私は今回02番を買ったんですけど、他にもブラウン系の色のものとか、あとはビビット系の色のものとかもありました。私はピンク系のメイクをすることが最近は多いので、こちらを購入しています。で、100円のコスメって本当に大丈夫なの？なんで100円なのって思う方いると思うんですけど、私も思ってたんですよ。で、今回私がちょっと調べたところ、2つ分かったことがあります。1つ目は、広告宣伝費がかかっていないっていうところで、他の化粧品の会社さんだと、有名なモデルさんを使ったりとかして宣伝費がかかったりとか、あとはデザインのパッケージをシーズンごとにこう変えたりして、デザイン料とかもかかってるみたいなんですけど、ユアグラムさんの、パッケージデザインって本当にシンプルで可愛いですよね。で、デザイン料とかもかかってないですし、広告宣伝とかもしてるわけじゃないので、そこでコストを抑えられてるようです。で、あともう一つが、自社で生産するんではなくて、他社で、生産を依頼してるみたいなんですよ。で、そこの他社さんっていうのは他の化粧品会社さんの、ものも作ってるところなので、同じ成分とかを使っていれば、ただ材料とか原材料とかを、追加で発注して、大量発注するだけなので、大量発注することでコストもさらに削減になるしっていうところで安く作れてるみたいです。で、今回ユアグラムさんの化粧品で使用されている成分を確認したんですけど、他の化粧品会社さんで使われているものと何ら変わりないものを使用されていたので、そこも安心して使っていただけると思います。ただ、他の化粧品でもあるように、この化粧品はちょっと私の肌に合わないわとか、人それぞれあると思うので、ちょっと気になる方とか、あとは肌の弱い方とかは、最初に一度パッチテストをねやってから使用されることをおすすめします。3つ目、最後がこちら、収納ケースになります。収納ケースは今回初めて買ってきたんですけど、いろんな形サイズがあって、あと色もたくさんありました。私が今回買ってきたのはこの仕切りがついてるタイプのやつで、横にこの 1,2,3 って3つついてるんですけど、これは場所を動かすこともできて、ちょっと使いやすいなと思って購入してきました。最近自宅
にいる方がすごい増えてると思うんですけど、そんなおうち時間を利用して今回私がおすすめしたいのが100均グッズを使った収納ボックスを自分で DIY するっていうことです。例えば100均で買ってきたこちらのすのこと、この最初から作ってある100均のボックスを使って DIY をができます。じゃじゃん。今簡単にちょっとやってみたんですけど、これ後ろがすのこで、ここに100均で買ってきたボックスと、あとはこれも100均で買ってきた飾りですね。こんな感じで私はこれをなんか玄関に置いて、ここは鍵を入れたりするボックスで、まあ、ここなんかねちょっと寂しいのでお花とかちょっと飾ろうかなと思ってます。今後も、お得な情報、安いファッション、安川ファッション、旅行の安い生き方とか、韓国ドラマのおすすめとか、朝食とか、なんかそういったことを届けていけたらいいなと思っています。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。